緒に会拾いに行きましょう。はよー、わーぴこだよ。私の名前は香山里香、パパの名前はピエールよ。バキンマン、もう許さない。メロンパンなの、メロメロパンチ。はい、ヨーコです。ヨーコのヨーは太陽のヨー。アイドル天使ヨーコソヨーコ、田中ヨーコ役の金井美香です。私とキューピーとの出会いっていうのは、そうだな、小学校の時10円玉を何個かもらって駅まで駄菓子屋さんに買い物に行った時なんですけども、その時にもうカゴにこう山盛りになったキューピーさんがいて、それを見たら全部買わずにはいられなかったっていう、なんだろう、何が魅力なのかな。あとそうだな、ちっちゃい時赤ちゃんを見るとこうほっぺを触らずにはいられなかったっていうところで、きっと赤ちゃんが好きだったからかなって思うんですけれども、キューピーさんっていうのは裸んぼがいいな、基本的に。なんかお腹の辺がポコポコっとしてたり、頭がクルクルっとしてるのがなんかやけに赤ちゃんの裸んぼっていう感じですごい好きなんですけど、そう、私も将来子供が生まれたらキューピーさんのようにこの辺キュ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 ってこうなんかベビーオイルかなんかで固めてキューピーさんのようにして育てたいなと思っています。この子たちはもううちの中に200人ぐらいいます。それから中学生の時にある骨董品屋さんで見つけたんですが、とっても可愛らしくて、なんかこのままお宮参りに連れて行けそうだなって思って、ついついうんと高かったんですけど、中学生のお小遣いにはでも買ってしまったというこの赤ちゃんですね、赤ちゃんです。あとのキューピーちゃんたちはこう街を歩いてて、いろんな見つけたたんびにこう一つ一つ買って揃えたものなんですけど、もうポストカードなんてもう見つけたら絶対買ってます。もう何があっても買ってます人に送らなくてもついつい買ってしまうんですけれども、あとこの一番のお気に入りのピエロのキューピーさんたちなんですけれども、ほらこういう風にするとちょうどね、向かい合う感じ、見つめ合ってる感じになるキューピーさんなんですけど、そうだな、この子たち本当キューピーさんっていうのは私裸んぼが好きなんですけど、この子たちを見た時にもうすぐ我が家に迎え入れてしまったんですけど、 こっちはねピンクの子ピエロさんのメイクをしていて、こっちはブルーのピエロのメイクをしてるんですけど、とてもそれがチャーミングで、いつも私を励ましてくれるキューピーさんたちです。